映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。ミイラ再生。1933年日本公開のアメリカのミイラ映画。監督は魔人ドラキュラの監督の一人、カール・フロイトン。主演のイムホテップ役にはボリス・カーロフさん。フランケンシュタインの怪物役で有名な古典の名優さん。ドラキュラのベラルゴシさんと並ぶホラー界の大スター。端正なおフェイスと迫力のある演技で楽しませてくれます。古いミイラ映画ということで包帯ぐるぐるミイラを期待してしまいますが、この作品にはそんなベタなお姿のミイラは出てきません。続編のミイラの復活からそんなシーンが出てくるみたいです。続編は4作品作られているらしい、なかなか人気のミイラ。1921年のツタンカーメン王墓の発掘が元ネタらしく、原作を持たない映画オリジナルの作品らしい。この作品は結構頻繁にリメイク、リブートされていて、1959年ミイラの幽霊、1999年ハムナプトラ失われた砂漠の都、2017年ザ・マミー呪われた砂漠の王女など最近の作品もあります。世界中で愛されているミイラ、私もミイラ大好き。一応ホラー映画という括りの映画なんですけど、古代エジプトの大神官イムホテップの愛の物語でもあります。古い映画なので理解が難しいところもややありますが、ミイラ好きには外せない作品となっておりますよ。ネタバレの前にミイラは漢字で書くとミイラです。ではネタバレ。古代エジプトの大神官のミイラを発掘して浮かれる教授と助手、ミイラと一緒に発掘された箱は厳重に封印され、蓋には呪いの言葉、博士はトトの書が入ってるっぽいから開けない方がいいというが、気になって教授たちのいない隙に開けちゃう助手。おかげで話が進みます。なんと大神官のミイラが蘇ったぞ。トトの書を持ってミイラは消え、助手はおかしくなってしまった。10年後、展開早。10年前に頓挫した発掘調査は教授の息子が引き継いでいた。謎の男が来て墓の場所を教えたいと言ってきた。謎の男がその辺にあるよというので掘ってみると、本当にまだ発掘されていない王女の墓があったぞ。博物館で発掘された王女のミイラを見つめる謎の男、こいつも怪しすぎるんですけど、王女のミイラの隣でトトの書を取り出し呪文を唱え出した。博士と一緒にいた女がその声に反応して博物館までやってきた。意識を失ったので教授たちに助けられる女。教授の息子が話を聞くと、この女は古代エジプトの血筋らしい。そこでいい感じになる教授の息子と女。どうやら謎の男は消えた大神官のミイラで、この女を狙っているようだ。そうだと思いましたよ。トトの書を燃やそうとしたので遠隔操作で大神官に命を奪われる教授。博士は教授の息子に大事なお守りを渡す。女は謎の男のことが気になり会いに行ってしまう。私は死んだ愛する王女を蘇らすためにトトの書を盗んだ。でも捕まってトトの書と一緒に生き埋めにされたんだ。どうやらこの女は大神官の愛した王女の生まれ変わりらしい。女といい感じになった教授の息子を遠隔操作で亡き者にしようとする大神官。大神官は女の命を奪って同じミイラにしようとしてる。そして物語はなかなか理解が難しい展開に。星4つ。終わり。